ブン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 。皆さんおはようございます。カズチャンネルのカズライダーです。ブンブン。はい、第2回目のモトブログもご視聴いただきまして誠に誠に誠にありがとうございます。ということで2回目のモトブログの壊れたろ言うたろ壊れたろ言うたろ、いかがだったでしょうか。なかなかいいネーミングでしょ。まあ太郎同士なんで、ね、どっちかが壊れる、それか壊れる言う日であるゆうたろう、この2回をね、これからモトブログに上げていきたいと思います。ということで第3回目のモトブログを上げさせていきます。今日のねお題はじゃ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 、ゆうたろうのですね初回点検のご案内、あのための初回点検のご案内ですよ。前回のツーリングで1000キロを達することができました。そして BMW さんでは納車日より6ヶ月またはね1000キロ走ったら初回点検してくださいよということで、いいタイミングでね僕も納車してから2ヶ月経ってちょうど1000キロ迎えたので、このお手紙来ましたよ。なんで初回点検ってするんでしょうね。だって工場から出荷される時って、ね、厳正な審査を超えてバイクって納車されるじゃないですか。なんでまだ1000キロしか走ってないのに初回点検しないといけないのって思うそこのあなた。はい、僕もそうなんです。なんかね1000キロ走るとやっぱりこう工場では出荷された時にバイクって実際走られてないので、そこでね実際走ることによってチェーンの緩みとかまたギアの噛み具合によってそこで鉄粉が出たりとかいろいろするみたいなんですよ。はい、このバイクはトラブル等なく大丈夫かっていう点検をまあざっくりですけどするみたいなんで、で実際ねこの点検初回点検何をするか、また費用がいくらかかるのかとか、そういうのをね今日はね3回目のモトブログで検証してみたいと思います。はい、それでは初回点検いっちゃうぜ。ブン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 。はい、というわけでございまして、早速モトラット笠野さんに行ってみたいと思います。そしてね1000キロを超えると点検してくださいよっていうこういったね表示がされるようになります。このコントローラーで消すことはできるんですけども、これを完全に消してもらうには初回点検に出して、ディーラーさんに消してもらう必要があります。参りましょうか。モトラット笠野さんに行きます。イグニッションオン。おいいね、行きましょうか。レッツゴー。お、いい感じで晴れてきましたね。もう天気がいいと気持ちいいな。うわ天気が一番いい時が最高。ゆうたろう、今日の調子はどうだい。え、調子がいい。あー、わかったわかった。今日も朝からテンション高いです。テンション高高アゲアゲフー。雲行き怪しくなってきた。曇ってきたよ。大丈夫かな、今日の天気持つかな。大丈夫だろう、大丈夫だ。見てこの左側にどんよりとした雲、曇りの雲。京都の南インター、こっちの左側に行けば京都で有名なこの1号線は混むね。二輪館だ。ここは京都の二輪館ですよ。いつもお世話になってます。どうもこんにちは。またなんか買いに行きます、遊びに行きます。ねりんかんさんありがとう。じゃあね、今日は点検に行ってきますよ。あー、バイバイ。ゆうたろう、もうちょっとで待ってるよ。もうちょっとしたら着くからな。ゆうたろう待ってるよ。今日はお前の点検日だ。あー、大丈夫かな。右へ曲がるぜ。ここを右に曲がればもうちょっとしたらモトラット笠野さんだ。モトラット笠野さんが見えてきましたよ。おはようございます。ここでいいかな、いますか誰か。誰もいませんかもしれません。すいません、ありがとうございました。はい、はい、無事にゆうたろう初回点検を終えました。イエーイ。はい、特にねゆうたろう、トラブル不具合等もなく無事にね初回点検を終えました。今回変えた項目が、エンジンオイルの交換、またオイルフィルターの交換、これに対する、パッキンの交換等を行いまして、
初回点検の値段が決まりましたよ。さあそれではね、気になるお値段、初回点検の費用の発表です。初回点検にかかった費用は14,300円でーす。イエーイ。お値段これ14,300円、高いですか安いですか？はい、正直言って安くはないですね。どうしてもね、エンジンオイルが高いんですよね。エンジンオイルがね、1リットルあたり3,400円。3,400円もするの？そうなんです、バイクはちょっと高いんですよ。なのでどうしても高くなりました、1リットルあたり3,400円、これがね3リッター入りまして、12,000円、あとオイルのフィルターが2,520円、あとねパッキンが280円。あ、これの交換を行いましたけど、初回点検ということで工賃等は一切かかっておりません。そうすると、まあ、初回点検はオイルとオイルのエレメント代だけだと思えば、まあ14,300円、工賃はないので、まあこんなもんじゃないですか。はい、そうですね。また今回初回点検するにあたって調整したところは、あとチェーンのこの張り具合ですね、この張り具合、あとステアリングヘッドベアリングの調整、あと BMW メンテナンススケジュール項目の実施、こちらの点検を無事に終えました。またこれでゆうたろう一皮むけましたよ。一皮むけたゆうたろう、ゆうたろう。ということで第3回目のモトブログ、いかがだったですか？またね、この動画が面白かったよ、楽しかったよ、また見たいなって思いましたら、またコメントなりグッドボタンなりチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。本日もご視聴いただき誠にありがとうございました。また第4回目のモトブログも楽しみにしててください。それでは第4回目のモトブログで会いましょう。じゃあねー、バイバーイ。